こんばんは。皆さんこんばんは。チーム E のイダレオナです。こんばんは。はーい。あ、やばい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 。はい、握手会ありがとうございました。でもね、まだ明後日あるので、よろしくお願いします。お願いします。うん、ありがとうございます。はーい。テレビでミニオンやってる。かわいい。かわいい。かわいいミニオン。ボブがやっぱりかわいい。バナナ。かわいい。ボブが。かわいい、ボブ。初見です。ありがとうございます。こんにちは。え？ミニオン見てます。ミニオン見てる。かわいい。鏡にぶつかってった。ああ、ボブ。なんか字幕で見てるんですけど、なんか ちょっとミニオン語が、ミニオン語が字幕になるとめっちゃ面白い。かわいい。
ボブだ。あ、ケビン。ああ。あ、ありがとうございます。井戸ちゃん綺麗になりましたね、だって。イェーイ。イェーイ。ラグーナは行かないの？ラグーナ？プールですか？楽しそうですよね。夕日に沈む太陽。夕日が沈む空。涙に沈む太陽ですね。涙に沈む太陽です。覚えてください。コナンね。コナンやってますね、コラボで。ちょっと遠いからなかなかラグーナまでは行けないけど。行きたい。行った人のレポート見て行った気になってます、めっちゃ。真実はいつも一つってやつですね。蒲郡近いよ、だって。いいなぁ。ちょっと蒲郡、家からめっちゃ遠いんですよ。普通にもう県外だしね。ガストね、ガストも早く行かないと。やばい。竹中さんにいただいた、ゼロポジンさんにいただいたお菓子食べました。もう久々に食べて美味しかった。めっちゃ美味しかったです。かば焼きくん。懐かしい。かば焼きくん食べました。コナン名古屋会場行きますよ。行きますよ。頑張ります。どうにかこうにか時間を空けていきます。頑張って時間を見つけて。はい。頑張ります。何が頑張ってなんだろう。 もう頑張ります。 初見です。フォローしました。ありがとうございます。ありがとう。おー。体は大人、頭脳は子供。まさしく私のことですね、それは。まさしくそれは私のことですね。月曜の公演入りたいけど抽選当たらない。抽選ね。あれどうやって抽選してるんですかね。当たんない人多めじゃないですか、結構。
まあ、次は当たりますように、きっと。私の握手会来たら当たりますよ。これほんと。嘘じゃない。いや、当たるっていつかはやっぱね、申し込まないと当たらないからね。頑張って申し込んでこ。すごい、めっちゃハートが飛んできた。すごい。昨日ハートの日だったから関係ないか。見て、東京タワー立ってる。すご。ちょっとスクショするわ。やば。テンション上がってる。すごい。いつぶり？ いつぶりのタワーだろう。すごーい。ありがとうございます。やばー。半分の5000円もらえます。だって、そんなことないから。そんなことないから、そんなにもらえないよ。もう、ダメダメ。そんなにもらえないから。ありがとうございます。全然星でも嬉しいよ。明日楽しみにしてます。楽しもう。朝から晩までいるから、握手会の会場にね。本当だよ。半額ももらえるんだったらね、みんな頑張ってって感じだよね。半額分ももらえるんだったら、ちょっとみんな頑張ってって感じだよね。だってね。マンゴー個別でいくよ。ありがとうございます。待ってますよ。間違いない。みんな毎日やるよね。何割だったかちょっと忘れちゃったな。ね、ファンの人もね。だってこれ、だって投げて半額いくんだったら、ちょっと推しのために、って言うよね。200円？ 200 円？なんかそんなだったかな。もう本当にね、一人暮らしのことがめっちゃするよね、多分。確かに、イクラが買えるね。そうだね。食べたいイクラがね。買える、買える。モシリンとイダちゃんのために投げました。やばい。発覚したぞ。タワー投げた人が。発覚したよ。じゃんけん大会ね。じゃんけん大会頑張りますよ。今日いろいろもろもろ、ちょっと打ち合わせしてきました。はい。ちょっとね、衣装もどんな衣装になるのか、とか、
楽しみにしててください。私たちめっちゃ考えました。めっちゃ考えました。本当に。やっぱり、6期生は人数が多いので、まとまらないんですよ。6期生人数多いんで、ちょっとなかなかまとめるのが大変なんですけど、なんとかまとまって、強そうに見えるように頑張りました。あとね、やっぱりちょっと名古屋っぽさも忘れず。はい。本当にね、個性がたくさんある6期生なので、名古屋感出しつつ、ちょっと名前がね、栄6期生なんで。はい。ゼップライブのね、一歩目になるように頑張りますよ。本当に。嘘、しのぶさんそんなこと言ってくださったんですか？嬉しい。しのぶさんはめっちゃロッキーのこと褒めてくれました。ここだけの話。はい。ありがとうございます。そう、ゼップやりたいですよね。本当に。6期のまとめ役ですか？それぞれ支え合って生きてます。それぞれが支え合って生きてますよ、6期生は。結構。はい。そんな感じです。でも、お尻とかかな。はい。お尻とかですかね。そうですね。ワンフォアオール、オールフォアワンですね。おしりんとか、ゆずきとか、まとめるっていうか、率先して、まあ意見を言ってくれるのは、おしりんとか、ゆずきとかかなって思います。あとは、さきぽんとか、りょうはも意外と言ってくれたりとか。かなと思います。はい、みんなしっかりしてますよ。でも、今日の夕飯は天丼でした。私はタコライスでした。 何見てるの？ミニオン見てます。ミニオン。
悪者のなんかに来た。なるみさんね、ちょっと部屋にいないです、今。室外です。本当に皆さん見に来てくださる方、本当に盛り上がってほしいです。やっぱみんな、でもみんなが、こう私たちが登場した時に、こう盛り上がってもらうと、あれ？なんだあの子たち？なったら嬉しいので。ぜひ見に来てくださる方は、もちろん私たちも応援したいって思ってもらえるように頑張りますけど、グッズとかもいろいろ考えてますので、その辺もお楽しみに、衣装もお楽しみにで、やっぱりみんなより早くいろんなことを決められるっていうのは本当に得だと思うので、本当にそうです。やっぱりいろんな人よりも、いろんなことが先に決められて、いろんなことを考える時間がたくさんあったので、本当に。楽しみにしててください。お願いします。そう、今のところ3組ですかね、SKE からは。どうなんだろう、私たちとお強いとこっちゃんと。それ以外はまだ明日かな。一色ちゃんも、錦ちゃんもですか？あ、錦ちゃんは明日。明日ね、オッケーオッケー。はい、もうロッキーって応援してください。イエーイっつってお願いします。お強いはお強いんですよ。お強い、お強くて。もうお強すぎです。確かにロッキーのテーマ流してもらおうか。ディリーティー。ディリーティーって。はい、お願いします。まあ、まだまだ、衣装以外は、ちょっといろいろ、まだ決まってないところもたくさんあるんですけど、まあ、24に向けて、頑張りたいなと思います。まだ、1ヶ月以上ありますので、意外と。私にとって初本戦、じゃんけん大会、楽しみでしかないです。楽しみ。ね。本当に。頑張りましょう。頑張りますよ。私はあんまり頑張ることないかもしれないんですけど、頑張ります。
まわ。まわ。そうですね。まあ、じゃんけん大会の前に、ちょっと、マサナさんの卒業公演が、コンサートがあるので、ね。そちらも、楽しみましょう。そう。代表者が一人、じゃんけんするんですけど、誰になるんだろうか。誰になるんだろうか。え、何が悲しいの？何が悲しいの？大丈夫か？あ、マサナさん卒業するのが悲しいのか。悲しいですね。まあそうですね。さきぽんじゃないですか。さきぽんじゃないですかね。それいいね。スケッチブック握手にしよう。やら、マサナさん卒業するの知らない人いるわ。マサナさん卒業します。なんで私が発表してるんだろう。マサナさん卒業されますよ。ちょっと詳しい日程は私もちょっとまだわからないんですけど。はい。はい。はい。やばい、この A って言ってる人は本当の A なのか嘘の A なのかがマジでわかんない。待って、どっち みんなどっち？いや、ジュリナさんがいるんで1期生は大丈夫ですよ、まだ。はい。この方かな？分かってないの？メロンパンさんかな？分かってないの？大丈夫ですか？まず、はい、1。マサナさん卒業します。2。1期生はですね、ジュリナさんとマサナさんがいますので、はい。ジュニアさんがいるのでまだ大丈夫だと思います。という、はい、発表でした。はい、そうですね。そういう感じでございます。ので、よろしくお願いします、皆さん。はい。うん。そう。それでですね、8月、あ、違う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 。9月の24日にですね、卒業コンサートがありますので。ね、そうだね、30歳まで卒業しやんって言っとったのにって思う方もいると思いますけれども、なんでやねんって思った人は、マサンさんに直接聞いていただけたら、いいなと思います。はい。はい。伝わったかな？大丈夫ですか？伝わりましたか？ミニオンかわいい。
今8時40分。眠いっす。眠いですね。寝ろって言われたら寝れる。2期生は数えようじゃん。まきこさん、みことさん、ジュリさん。2期生？まきこさん、ジュリさん、みことさん。3人。2期生は3人です。3人でした。っという間に3人です。4期生いきましょう。あ、3期生ね。3期生いきます。かおりさん、あかりさん、りさこさん、3人ですかね。まあ、ゆりやさん。ゆりやさんも入れたら4人かな。以上。でもそうだね。ゆりやさんももう、もうすぐ卒業。なので、あっという間に、やっぱ8期生。8期生いくよ。里香歩、イズリン、ルーちゃん。里香歩、イズリン、ルーちゃん。あやはちゃん、あつみあやはちゃん。こう、顔は出てくるんだけどね。あ、まりんちゃん。まりんちゃん、よこにゃん、ゆずきちゃん、石黒ゆずきちゃん。ななちゃん人形。ななちゃん人形、あ、野々垣みきちゃん。あれ、いや、ななちゃん人形。倉島ちゃん。みよ、まる、みよまる。深い願い。白雪琥珀。まずこの何人いるかわかんないからさ、ちょっと 終わりが見えない。あと、石川さきちゃん。石川さきちゃん。ミーポポ。何人いた？私9人言ったけど。あ、大柴凛香ちゃんもそうじゃない？大柴凛香ちゃん。あと誰？あと10人。10人言った。あ、矢作ちゃん。やがちゃん。ヨコニャン行った。ゆずきちゃんも言った。待って、もう一回最初から言うよ。はい、行きます。里香歩、イズリン、ルーちゃん。願い。ヨコニャン。願い、ヨコニャン。ルーちゃん。あ、ルーちゃん言った？
ルーちゃん。琥珀ちゃん。白雪琥珀ちゃん。厚見愛葉ちゃん。矢作ゆきなちゃん。何？わかんない。ちょっと誰か考えて、数えてもう一回いくよ。里香穂ルーちゃん、イズリン、矢作ちゃん、白雪琥珀ちゃん、厚見彩葉ちゃん、石川さきちゃん、石黒ゆずきちゃん。マリンちゃん。ヨコニャン。深い願い。あ、誰か忘れてる気がする。すっごい誰か忘れてる。野々垣美紀ちゃん。野村美桜ちゃん。あー、倉島亜美ちゃん、ミーポポ。そんだけ？あー、森平リコちゃん。森平リコちゃん。何人いるの？ 17 人？大島凛香ちゃん。たー、これ。あー、来ました。あー、来た来た来た。言えた言えた。言えました。あー、お疲れ様でした。危ない危ない。危なー。でもやっぱ顔見てたらわかるんだけどね。やっぱ名前だけをこうパッと言うのは、ちょっと難しい。エイズリンも倉島ちゃんも言ったよ。言った言った。そう、名前だけがね、ちょっと、顔がこう、パッと、顔パッて出されて名前だったらちょっといけるんだけど。7期は言えるよ。7期は完璧。いや、ドラ1とかもう絶対だから大丈夫。めっちゃどうぞって言われる。7期ね、7期。ゆうかたんでしょ？7期でしょ？ゆうかたん。ほののなるぴ。まずここね。ゆうかたん、ほののなるぴ。おうちゃん。はたごん。らら。まっち。あやめろ。わださま。もう7期と D2 の差がちょっとわかんなくなってきた。和田様。あー、ゆなな。何人いる？かのちゃん、あ、かのちゃんとあいあいと、かのちゃん、あいあい。終わったことない？ 12？13？ 13？ もう一回いくよ。いきますよ。ゆうかたん、ほのの、なるぴ、おうちゃん、あやめろまち、あやめろまち、和田様、すぎちゃん。ゆなな、らら。すぎちゃん、ゆなな、らら。あれ？減った？さっきまで。あれ？さっきと減った。あ、はたごん。は
パタゴン。あの島。あの12じゃん。来た。完璧っすね。確かにチームで考えたらわかりやすいかも。確かにチームごとに行った方がわかりやすいかも。D2? S じゃね、S。一式。あれ、一式のみじゃね？一式。誰か正解を。S。一式。あゆか。一式、あゆか。一色あゆか正解？月。ごっちゃん。ケツ、こっちゃん、あいり、こっちゃん、あいり、だけ？オーケー、地味ね。菅原。よし、来た。来たくない？はい、来ました。来た来た。これちょっとコメントでさ、答え言うのやめてよ。菅原菅原みたいな。4期。アサナさん、ピオス、カノンさん、イマナさん。5期。なるみさん。エゴさん。なおさん。はい、私は6期生ですよ。もう全部言ったんじゃね？あ、ドラフトか。ドラフトね。いきますよ。S。D1 ね。チカコ。チカコ、ユキちゃん、ソーダちゃん、高塚、ドン、サナ。完璧じゃね。イエーイ。 イエーイ、終了。はい、もうお疲れ様でした。
疲れ様です。福祉6季節やばい。はい、もうお疲れ様でした。遺跡組。いきますよ。スズランさん。ピンポーン。スズランさん、ピンポーン。タニさん、ピンポーン。スミレさん、ピンポーン。3人？あ、ミナルンさん、ピンポーン。なんかもうミナルンさんなじみすぎて。ミナルンさんのなじみ感半端じゃないね。というわけで、お疲れ様でした。眠い。あ、もう9時じゃん。そろそろ終わろうかね。りがとうございました。お疲れ様でした、皆さん。4563人の方。明日朝早いですよ。もう眠い。もうこうやってやったら寝れる。って寝れます。ありがとうございました。じゃあまた明日。バイバーイ。はーい、バイバーイ。